皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳まで現役でバリバリと働く世代となりますそのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょうということでやっぱり私は幸せなお金持ちになるためには3つが必要なんですねすなわちお金と愛情と健康のバランス あどうもゆかちゃんボビーさんそしてあのゆこさんこんにちはありがとうございますでこの三つの中でまあ個人差なんですけど私はやはり人生の後半になってくると健康が一番だと思いますこの健康っていうのは肉体的な健康と精神的な健康精神衛生面も大事なんですねでこの今日でまあ三日目になりますけど三日のシリーズでお話ししている実は私はつい最近 身長が伸びたんですねそれも3センチぐらい伸びたんですよずっと人生自分は1 5 8センチだと思い込んでいたら昨年身長を測ると1 6 1ンチになってたんですね。で自分なりにいろいろと考えて「HiAlan, how are you?I'm gonna do this in English later」。それで そ,うそれで3センチ伸びた原因を自分なりに考えてみて多分3つ心当たりがあるんですね。もちろんこれはあの皆さん各自個人差がありますし結果にも個人差があるし、まあ、私はあのリハビリの専門家ですから自分なりに自分の体を リリハイビしして、て、若返らせて身長を伸ばしたと考えてるんですけれども間違ってるかもしれません。でまずおさらいですけどまず最初にやったことはこの「背が縮む」っていうのは椎間板が乾燥して縮んでくると考えているわけなんですね。ですから椎間板を乾燥させないためにこのクラスター水っていうものを多分2000年ぐらいからもう約20年飲んでいます。で、2番目の、あの こことなんでですすれは背骨よねやっぱり背骨が曲がったり歪んだりしてるということでこの背骨でそのためにもこのまず筋膜リリースをやってそれからあの筋トレをやってそして今度はこのし,あのしなやかに動くこのまあズンバとかあのダンスのクラスですねジムでやっているでそういうものをやることによって例えば脊柱起立筋であるとか多裂筋っていうそういう筋肉を 自分なりにこのほぐして伸ばしていると思うんですねでいよいよ今日三番目なんですけどなぜ年を取ると背が縮むかもう一つの原因があるんですよ上半身ではこの背骨が曲がったり姿勢が悪いということであと下半身なんですけどガニ股ガニ股とか、まあ、あの X 脚 O 型ってなるとそれだけ足がまっすぐの時より曲がるっていうことは 身長が縮むんですね。それで、私の場合は、まあ、多くの方がどちらかというと、o 脚、がに股の方になって。で、それがひどくなると、膝が痛くなるわけなんですね。で、私の場合は、自分なりにまた考えました。o 脚の原因。で、二つの筋肉っていうか、大事なんです。一つは内股の筋肉。これ、内転筋って言うんですけど。例えば、あの、乗馬とかをすると、この。 馬から自分が落ちないようにこの内股の筋肉ですねこれ内転筋これをギュッとしてこの,上あの足で馬の胴体にこうしがみついてるわけなんですねですからそういうあの内股の筋肉が強くなると多分このガニ股とかおおがだんだんこう戻ってまっすぐになるだから身長が高くなる足も長くなるもう一つあっ美由さんもこんにちは。でもう一つの 足,のあの足を長くするっていうかね足の曲がってるのをまっすぐするもう一つがこれがすごく大事なんですよあの。専門家の私たちは IT バンドって呼ぶんですけれども、えー、はっきり言うというのがあるんですまた皆さんで g でグーグルで調べてくださいね。IT バンドと私たち専門家呼びますけどまあ「長系じ帯」これはどこかっていうと今度は「 太ももの外側。太ももの外側って本当は筋肉なくて、これね。ものすごい靭帯があるんですよ。太ももの外側に。これは多分、あの人間の体で一番大きな靭帯じゃないかと思うんです。この靭帯が。やっぱり。硬くなるんですね。ね、ここが硬くなると、もう膝の痛み。 股関節の痛みこの歩いたり走ったりする時の関節が痛いとかみんなここから来ると言っても過言じゃないぐらいこの IT バンド「超軽人体」っていうのは特にこの,あのなんていうのかなんですねあとこの走るスポーツの、まあ、アメリカだったらアメリカンフットボールとか、まあ、そのバスケットボールとか。 こう常にあサッカー選手もそうですね常に走る人たちはここがすごい大事なんですねでここをどうするかこのまあ、筋膜リリースとにかく痛いですもうキャーっていうからいあの普段ねなていうのかなあの使ってないし硬くなっていることさえ感じないんですけど一度ちょっとそこをグッと触るとあのプロの人とかねセラピストにギャッとやってもらうとキャーって感じ。 ものすごい痛いんですよ。それぐらいこちんこちんに固まってるんですね。だからあのまずジムとかに行くとこのフォームローラーっていうのがあるんですね。であのちょっと発泡スチロールでできたこの円柱みたいなあれを使ってアイティバンド長形人体を思いっきりあのスポーツの前と後は必ずこれ伸ばしてください。ああの安藤さんこんにちは。安藤さんもどうだろう。 東洋医学では言うのか分かりませんけどスポーツ医学とか西洋医学特にこのリハイビリ医学ではもう IT バンド下半身のリハイビリはまず IT バンドからなんですけどねあとそのアスリートの方とか選手の方の怪我とかも必ずここからやるんですけど、まあ、そういうことでここちょっとプロの人に。 やっってててもらってみてください。どれだけ痛いかどれだけ口チ,チになってるか。ね、この内転筋とこの IT バンド長径人体帯をしっかりと伸ばすそして内転筋はしっかりと鍛えるそうすることによって足のこのガニ股がヒュッとなるとそれだけ身長が高くなって足もスラッとなるわけですよ。はい,そう,いうことで、まあ、この3日間にわたって私が 本当につい最近身長が3センチも伸びちゃったっていうのはこの、まあ、20年前から椎間板が干からびないようにはクラスター水飲んでるんですけどやっぱりこの背骨のあの歪みを筋トレとか筋膜リリースをするそれからあとはこの下半身本当にこの日本人はあの長径人体帯とか IT バンドというのがねまだまだ一般的には知られてないんです。 つい最近やっと筋膜リリースって言葉がちょっと一般の人に知れ渡ってきて、まあ、そのうち IT バンドっていうのも出てくると思うんですけどもねまあそんな感じでやっぱりこの分野は私の専門これを勉強してああのね仙骨とか仙腸関節とかとまあ関係はありますけども仙骨とかはボビーさんやっぱり仙腸関節もあのしっかりと伸ばしてくださいね。はいいそういうことです ではあの、また皆さんごきげんよさようなら。